はい、こんにちは。今日はですね、上海在住歴10年以上になります。この私が上海のおすすめスポットとかね、まあ観光地とかレストランとか買い物のとことかやったりを紹介していきますんで、上海は空港が2つあります。浦东国際空港っていうのがメイン の空港になりますね。ここに地下鉄の地図をポンとここに載せておきますね。で、上海の地理は地下鉄の地図を見るとすごく分かりやすいです。で、大体どこでも地下鉄が通ってるんで、アクセスは非常に便利になっています。それで、その PVG って私が書いてるとこありますね。これが浦东国際空港になって、これで市内まで大体車で1時間ぐらいで行ける感じになります。それでもう一つの空港が本朝国際空港っていうのがあって、日本語で虹橋って書くとこですね。これが、今 SHA で示してるこの場所になります。なんでこのね、本社に関しては大体市内まで車で30分ぐらいで着くんで、まあ、だから大阪で言うと伊丹が本社で、ほんで関空が浦東って感じの認識をしていただければ分かりやすいと思います。それで空港からのアクセスなんですけども、基本的にはタクシーか、地下鉄かバスって全部あるんですけど、タクシーでいいと思います。全然タクシーやと安いんですよ。基本的に日本ってタクシーすっごい高いじゃないですか。上海やと全然高くなくて、だいたい浦東から市内までだいたい200元から250元ぐらいの範囲で行けると思います。そう言うたら、まあ、今のレートで3000円4000円ぐらいできるんで、それで、まあ、本町からでも50元から、まあ、高くても100元ぐらいになるんで、まあ、だいたいどうやら700、800円から1500円ぐらいで行けるんちゃいますかね。なんで、まあ、荷物とかあったら特にそうやけど、おすすめです、タクシーが。まあ、もちろん地下鉄でもスンと行けますし、もしホテルが地下鉄 が通ってるっていうとこやったら、そっから地下鉄でビュンって行っても全然楽やし、地下鉄やとだいたい10件以内ぐらいで行けるのかな。まあすごい安いし、とにかくまあそこら辺は大丈夫。バスに関しては、まあ、正直あんまりおすすめしないですね。ちょっとややこしいんで、いろいろ。それで今これ真ん中に私赤く四角で囲んでるところありますよね。そこがね、4号線が通ってるんです。で、この4号線の中ぐらいがだいたい上海の中心地って感じにって認識していただけると非常に分かりやすいです。それで今その四角の中にまた丸でポンと書いてるところありますよね。そこが人民広場ってところになります。人民廣場です。で、そこがまあ大体もう上海の中心って考えていただけると、分かりやすいですね。で、基本的に市内のアクセスもタクシーが非常に便利です。この4号線の中だったらもう大体どんだけ遠くても40元50元以内、まあ、大概20元30元とかで結構どこでも行けるんで、タクシーが便利だと思います。もちろん、地下鉄でも行けるんで、地下鉄やともだいたい3元4元とかなんで、地下鉄でも全然便利。それではまず観光地について説明させていただきますね。観光地、まずさっき言った人民広場、人民廣場は、人民廣場自体は観光地ってわけでもないんですけど、まあ上海のど真ん中って感じで、人民廣場からすぐのところに南京路歩行街っていうのがあるんですね。で、南京路歩行街は、まあ、写真もしときますけど、まあもう中国もうギラギラした感じの、なんていうんかな、もうお店がブワーって並んでるとこがあって、ここは観光地になっております。基本的には南京路歩行街をね、そうずーっと歩いていくと、ワイタンっていうところに突き当たるんですね。で、ワイタンっていうのは何かって言ったら、上海のその川沿いなんですよ。川が通ってるところになるんで、夜景がすごい綺麗なんですよ。テレビ塔とかも見えるし、もう夜景がブワーって綺麗なとこが、そのワイタンっていうとこで、英語で言うと The Bund、バンドと呼ばれてるエリアになりますね。で、そのね、バンドで、まあ、夜景を見るのがメインになると思うんですけど、そこで、まあ、他に何ができるかって言ったら、まあ、一応
レストランとかバーとかもすごいいっぱいあります。ただそういうとこはね、やっぱり夜景の分だけすごく割高になってますね。高級ホテルとかも多いです。で、まあ高級ホテルとかのバーとかやと、まあ別に1杯2杯飲むぐらいそんな高くないんで、そこからまあ夜景を見ながらちょっとあの夜に行ってみるっていうのが私はおすすめですね。例えばハイアットオンバンドとか、あとはあのブルガリホテルとかもありますし、そこからのあのバーやったら結構綺麗なあの夜景が見れます。で、次に紹介するのがヨエンですね。ヨエンは中国語でイユエンって言うんですけど、イユエンはまあ中国のあのなんていうのも伝統的なもう建物っていうのがボーンとあって、あのチェンファミョウっていうあのお寺があるんですけど、そういうな、まあ、本当に観光地です。あのお土産物屋さんもいっぱいあるし、でなんせあそこにはあの南山シャオロンっていうショーロンポーの店があるんです。でそのショーロンポーがすごく美味しいです。あのまあ上海に行くならぜひ食べるべきショーロンポーですね。次に行った方がいいのがルジャズイですね。ルジャズイは上海の経済特区エリアみたいな感じになってて、もう上海のもうあの 何もドーンと高い建物とかもう全部あのルジャズイってとこにもう集結してるんですね。だからそのルジャズイまで行くと、そのテレビ塔とかその世界で 1,2 番目に高いあのなんか塔みたいなのがあるんですけど、 そのタワーね、それが下からボーンと見える感じになってて、写真とかも撮れるし、あのルジャズイは、まあ、あのぜひ行っていただきたいとこですね。まあ、他に何があるかって言ったら、大きいショッピングモールが2つありますね。ジェンターワンチャンっていうのと、隣の名前何って言ったっけな、あのリッツカールトンが入っているね、あのすごいあのアップルストアとかも入っているあの大きなあの結構高級ショッピングモールがあるんですけど、あその中に私一つすごいおすすめするレストランがあるんで、まあ、載しときますけどね、あのルシンホンチャオっていうんですけど、それはでもチェーン店なんで、別にここに行かなくても他の地域でもあの結構いっぱいあるんで、このレストランはほんまにおすすめです。カラフル小籠包とかあるし、めっちゃ美味しいし安いし、ぜひ行ってほしいですね。それであとはあのルジャーズイには水族館もありますね。水族館、まあまあもし天気が雨とかやったら水族館行っても、あのすごいなんかもうこんなトンネルみたいなのがあるんですよ。水族館の中にトンネルみたいな、ブワーってほんまにでっかいあのサメとかが間近に見えるみたいな感じになってて、結構面白いです。それで次に紹介するのは天津飯ですね。天津飯は日本語ではタコ棒って言われてるのかな、あの天津飯ってとこあるんですけど、そこは、まあ、あの上海のね、なんかちょっと昔ながらのこう建物、小さい建物が中にブワーって入ってて、小さいお店やとかレストランとかバーとかがブワーって入ってるところになるんですよ。で結構ね、あ でもまあまあ なんていうんや、でも一応観光地なんで割高ではあるかもしれないですね。ただあ可愛いお土産物やったりとかは多いんですよ。なんか私結構お土産でお茶とか買うんですけど、お茶とかもなんかそういうもなんていう可愛いお土産物らしくしてあるなんかもあのお茶とかあったりね。あとキャンディーラボっていうあの飴細工のお店があるんですよ。でそこの飴細工とかすっごい可愛くて、しかもめっちゃ美味しくて、あのお土産には結構おすすめします。次に紹介するのが新天地ですね。新天地って言います。新天地はもし欧米の雰囲気が好きな方とかね、そういう雰囲気が好きな方やったら、あの新天地はすごい外国人がめっちゃ多いです。あのバーとかクラブとか、まあ、レストランもありますね。で私そこやったらおすすめするレストランがあって、一つ目は台湾のレストランなんですけど、ディンタイフォンっていうのがあって、ディンタイフォンはあの台湾のレストランやからね、まあ上海では別に行かんでもいいかなと思うんですけど、でも小籠包とかはめっちゃ美味しいんで、あの行ってもいいかなと思いますね。あと北京ダックですごい美味しいお店もあるんで、それもここに載しときますね。あとはですね、まあ上海はもちろんディズニーがありますね。私はあんまり興味ないんで行ったことないですけど、ディズニー好きな方だったらぜひ
行っていただきたいですね。あと、もしお寺とかに興味ある人やったら、ジニアスっていうとこが市内で一番まあ大きいお寺になりますね。あの、キンキラのね、キンキラのお寺があります。あとは、もしなんか安い服とか買いたいなって言ってたら、チプル服装市場っていうとこがあります。そこが、上海の一応、批发ってあの、卸売って意味なんですけど、批发市場になってます。なんで、そこに行くと、まあ、安めに服が買えるっていうところになって、結構もう、ぶわってなってるんで、あんまり外国人が行くようなところではないですけど、もし安い服に興味がある方は、そちらに行っていただければと思います。あと、もし、まあ、中国に行きたいから、偽物の市場に、ね、行きたいっていう人も結構多いんですよね。それで、まあ、偽物市場は基本的には昔はもっといっぱいあったんですけど、最近はもう上海なんかでは取り締まりがすっごい厳しいんで、一番今大きいところでは、あの、上海クジゴンっていう、クジゴンっていうのはサイエンステクノロジーミュージアムっていうところがあるんですけど、そこに地下鉄がボンって通ってるんですね。その2号線の地下鉄の駅の地下1階のとこに、もうブワーってでっかい、あれ、偽物の市場みたいになってるんですね。で、あ、こっちに書いておきますね。でもね、今やっぱね、取り締まりが厳しいんで、なんせあのすっごいハイブランドとか、あからさまなブランド、例えばシャネルとかエルメスとか、そういうのはもう置いてないんですよ、今2019年現在でね。昔は結構あったんですけどね。今はそういうハイブランドなんかに関してはね、あの、有名なブランドに関してはもうみんなネットで販売してるんですね。なんで、じゃあ何があんねんって言ったら、ちょっとマイナーなブランド、例えばマイケル・コースあたりとか、あ、まあまあ、なんかステラ・マッカートニーとか、なんかそこら辺のなんかちょっとマイナーなブランドやったら結構売ったりしますんで、もし興味がある方やったら行っていただければと思いますね。なんかちょっと公園とか行きたいわって言ったら、上海市内に結構大きな公園がいっぱいあるんですよ。で、まあ、おすすめするのは世紀公園っていうのがあるんですけど、この世紀公園って書くところになりますね。そこだと、まあ、綺麗にな自然があるんで、あの、公園でブラブラしたいなって方やったら行かれたらいいと思うし、で、観光地はまあそうですね、今言ったどこら辺がになりますね。で、今から紹介するのが、私がおすすめする、まあ、食べ物屋さんとかですね。まず上海では焼き小籠包を食べるべきですね。これはすっごい美味しいです。小籠包を焼いてるやつなんで、上海では小羊仙煎っていうのがあって、それは結構みんな美味しいって言ってますね。チェーン店なんでいろんなとこにあります。小羊仙煎です。あとは中国ではエッグタルトも美味しいですね。これは上海なのか、ちょっと香港の方からなのかよくわかんないですけど、まあでも中国に来たからにはエッグタルトはおすすめします。私が好きなのはリリエンのエッグタルトです。あとね、まあ、お魚とか好きな方だとね、中国ってカオユっていうすっごいお魚、あの、丸一匹ボーンって焼いて、まあ、いろんなもん入れて食べるっていうのがあって、それも結構美味しくて、まあ、辛いのも辛くないのもあるんですけど、私がおすすめしてる店はイフェユってとこと、あとジャンベンチャンワイカオユ、ジャンベンチャンワイカオチュエンユですね。カオチュエンユなんで、もうあの、丸ごと魚って感じの意味ですね。それをおすすめします。あと中国は火鍋も有名ですね。火鍋はあの、正直私辛いもん一切食べないんで、辛いとこに関してはあんまり知らないです、すいません。ただ、辛くないのでよければ、三連新宝锅っていうとこがあって、これは豚骨スープの火鍋になって、で、あの、もう豚骨のね、あの、なんか肉がもう、肉の塊がボーンって入っとって、それを取り出して、その、骨が入ってるんですけど、その骨にストローを刺して骨髄をチューチュー吸うみたいな、ちょっと面白い体験ができると思います。あの、私も母が来た時にそこに連れて行きましたけど、面白いって言ってました。というわけでですね、私が本日、まあ、思いついた、まあ、観光地であったりレストランであったりっていうのはこのぐらいになりますんで、あの、上海の旅が楽しくなりますようにお祈りいたしております。それでは。